presents Junk Monday's Junk。 今週気づいたこと、 FA 短縮とかウェーバー方式のドラフトとか、そういうアイディアよりも今プロ野球に必要なのは鍋つねのわからんチンを直すアイディア。月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ力。今日ね、なんかね、すっごい硬いイベント、プロ野球選手会主催、プロ野球の明日を考えるシンポジウムっていうのに行ってきたんですよ。なんかね、楽屋行ったら参加するのがヤクルトの古田選手、全部選手会長ね。で、それから近鉄の磯部選手会長、古田選手会長は全体の選手会長、磯部選手会長は近鉄バッファローズの選手会長で、あと広島の西山、キャッチャーの西山選手会長と他文化人ですよ、文化人ね、文化人ですよ、文化人が安心じゃなきゃ、うわ名前どう忘れした、よく野球の番組でメグさんと喋ってる金田さんです、唐揚げ作んないか、玉木なんとかさん、スポーツライターのあんまりパーティーバーレルとかを抱えない方のカーネルさんです、黒カーネルと、それからあと二宮清純、それからあとなんかすごい西武ファンだとかっつって小倉智明さん、これとね、あと J リーグの経営の諮問委員会かなんかの、いわゆるプロのスポーツの経営の人とかいて、で楽屋はなんだろう、なんか労働組合かなんかのすごい偉い人がこうプロ野球の選手会のこうなんか置かれてる立場みたいのをこう聞きに来てたりとか、あとなんか政治家の人で独占禁止法に今回のプロ野球のこう合併劇が触れるんじゃないかみたいなことをディスカッションしに来てる政治家の人とか、そんなにいる中に来たよこの豚面トラックが演奏しながらガツンガツンが入ってったさね、このまあなんつったのかな、どうしていいか分かんないですよ、もう排ガス規制もできないままの感じで言ってますから、プスン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 言ってて、ほんでこうなんかプロ野球の未来はどうしたらいいんだ、今この置かれてる現状はどうしたらいいんだみたいなことで、分かった、すっごい分かった、みんな言うのよ、メジャーリーグだねって、こういう経営の方法してんだよ、これを取り入れた方がいいとか、それからあとこうプロ野球のこうチームの強さを均等にするためにはね、こういうシステムが必要なんだよねとか言うわけ、みんなで、こうその時にそれは分かるし、結構プロ野球ファンの結構こう濃い人とかでも、逆に言えば二宮さんの書いた本とか玉木さんの書いた本とかでも書いてあることだから、そんなの百も承知なわけじゃないですか。問題は今呼び方をいつも困ってるんですけど、鍋つね、渡辺恒オーナー、もしくはまあ鍋つねちゃんですわ、鍋つねちゃんね、呼び捨てはね、先輩ですから悪いですから、人生の先輩ですから鍋つねちゃんね、要は鍋つねのわからんチンを直すアイデアなんですよ。だってさ、向こうが鍋つねサイドが来ないところでさ、こんなすごいアイデアあるよおーとか言ってもさ、結局俺たちがすごいと思ってることを別にわからんチンは思わないわけじゃないですか。だからあそこで話すべきことは、俺ね、なんか鍋つねがすごい好きだっていう蜜をね持っている老人を知って、チベットにねいる老人が鍋つねのね、もうこれあれを見たら鍋つねが泣きながら舐め続けるって蜜があって、あれを持ってる老人を知ってんだけど、その老人は
なんだラオチュウを渡さないと口を利かないっつってんだよね。その伝説のラオチュウが沖縄にあるから、沖縄で持ってくるためにはラオチュウが入ってる貯蔵庫の入り口の鍵なんだけど、これがねナイロビにあるのみたいな、そういう話すんなら発展的な話なんですよ。もしくは鍋つねが見ると泣く人形があると、もうそれを見せるとかな、わかんない。あの人形を鍋つねは嫌いだ、あれを見たらもう大変だと、ママン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 、助けが来た助けがっていう、何言ってんの、助けじゃないでしょ、お人形助け助け、ごめんごめんっていうね。でその後ろでこう一刻堂に来てもらって、合併をやめろ合併をだって言うと、やめるよっていうアイディアの方は必要だと思うんだけど、話せば話そうとよく分かんなくなってくるね、ほんと分かんなくなってくるね。でまたね難しいわ、プロ野球の選手とかは選手側からはある意味そのまあ自分が入ってるか変だけど、有識者俺もね、分かんないけど、そのプロ野球の外部にいる人からアイディア、中卒の有識者ねえ、選手みんな大卒だよ、でまあその有識者から意見がもらいたいとかっていうところだから、なんかまあいろんな意見を言っていいんだろうけど、難しいんだよ、なんかね、選手会の人だからこうした方がいいんじゃないのっていうのは言う、選手会の人には言えるけど、なんだろう、これもうね、古田だよ、古田には言えない感じって分かる、なんかこう、だってプロ野球選手なんだよ、プロ野球選手なんだよ、古田はすごいこう頭がいいし、弁が立つけど、プロ野球選手じゃんか。そうするとなんか分かんない、俺の中でプロ野球選手は偉いすごいみたいな、ちょっとそのモードに入るから、なんかこうきちんと意見が言えないんだよね。でもそこをね、やっぱ大人のそういう求められてることが分かってる知識人はすごいね。いきなり開口一番二宮清純先生が広島の選手会長の西山選手会長に向かって、最近の広島のキャッチャーの石原のリードが甘えと、基本的にはインコースを突きゃいいのにアウトコース一辺倒の攻めはどうかと思うっていう上からのアドバイスをしてたのには、参りましたと、俺の中ではもう完全に参りましたと。まあ二宮先生マスクかぶられるとすごいんだと思うんですけども、まあ硬い、まあ、もう難しい話してたな、もうなんかすごかったよ、もうストやるしかねえ ないっしょみたいな。それで会場にもこういろんな人がこういろんなこうファンのこう代表の人でもう一言言いたいと、わざわざ大阪から来てる近鉄のファンの人なんかいて、でその人とかにもこう、あのストやった方がいいと思いますかみたいな感じで、もうストしかないですみたいになってんだけど、俺一人も基本的に体質がペコマンペコペコマシーンだから、俺の場合は怖えんだよ、もうその話が、なんかストライキっていうのがもう怖いの。だから俺はなんかこう、俺の意見はストライキをしてもダメだった時とか、あとお互いの大人同士が引っ込みつかないとこまで喧嘩になった時ってすげえ泥仕合になるっていう、じゃなきゃ俺今日本放送にいいんじゃねえのみたいな話がちょっと頭の中にあるから、もう俺一人なんかもうちょっとペコマン意見、ストライキをやる前にもう多分向こうサイドからはどの道選手なんてストスと言ってもストなんかできねえんだよって思われてるんなら、一応俺たちストやるよっていうことをちゃんと見せますよと。じゃあまず何月何日までにきちんと交渉の席を設けないんなら、まずはユニフォームを着てプレーをしません、これ第一段階ですよっていう、俺は徐々に脅してかないと、俺わかんねえだろ、なんかミサイル持ってて問題は解決すればいいけど、打たなくていいじゃん。であと打たねえんだと思われるのは困るわけだから、打ちそうで打たねえみたいなことだと思うんだけど、から俺頭の中に浮かんでるのは、みんな全裸でフルチンで大阪ドームでプレーするっていう脅しって考えたんだけど、さすがにそんなギャグが言える状態じゃないのね。だってネクタイ締めない T シャツで行こうと思ったら、マネージャーの小林からこれ面白くねえって言ったら、全然面白くありませんよ、全然面白くありませんよって言われて、普通にワイシャツ着せられちゃったから、それぐらいのところだから言えないんだけど、でも俺ちょっと本心で思ってんだよね、全裸は無理よ、全裸は無理だけど、ストとかやる前にこれマジなんじゃねえのこいつらっていう
こうなちょっとずつ詰めていく感じを していく間に解決しちゃえばそれがいいじゃん、それがすごいいいじゃんと思うんだけど、なんか感じとしてはストアやるみたいな感じのになっちゃって、だいたい俺だけでシンポジウムっていう言葉の意味があんま分かんないまま性病みたいな、ちょっとやっべえこれカウパーが変な色ついてるから、これ完全俺シンポジウム、そっか、あー3000円の風俗なんか行っちゃダメだみたいな感じでシンポジウム取られてる人間が俺だけだから、うわなんかねこの誰かね、俺本気で思ってる、今球界に必要なものは言ったら笑われるんだろうなと思って結構言葉を濁して言ったんですけど、忍者です、密使だから、鍋つねのところに行ってニーンって行って、ちゃんとほっぺたに渦巻きを書いて行って、でもうオープンなところだと落としどこねえじゃん、オープンなところでこうしてくれよって、そんな嫌だよって言ってるのにはもう落としどころがなくて、で片方はもう話もしたくねえよって、そうだってなっちゃうなら、忍者あの服部くんが行って、で服部くんがこうしようよ、ある意味鍋つねの顔はこういう風に立てるわ、こういう風に例えば俺たちはもう困った困ったをやるから、そしたら分かった、本当に困ってるのは分かったから、とりあえず1年間だけ様子見ようよみたいなことを鍋つねが言ったら、俺たちはちゃんと鍋つねに頭を下げると、きちんとあのそれを鍋つねさんが言ってくれたらすごく丸く収まりますんで1年間時間くださいみたいな茶番をやろうよっていう、俺ほんとペコマンだな、俺のペコマン意見おいないと俺なんか怖いような気がするんだよな、プロ野球なら今俺は思いますよ、日本プロ野球の選手会は忍者ね、忍者でもしくは三つあの鍋つねのもう大好きななんかわかんないけど、鍋つねの目が両方ハートになったまま右左にゆっくり揺れてておじいちゃん2万円ちょうだいはいよっていうような三つの開発の方が全然早いって思いながらね、慣れねえとこにいたな、3時間ぐらいいましたかね、延々とこうディスカッションをしてましたね。プロ野球どうなっていくんですかね、急に普通に来たファンの親父でサンリーグだーって言い出してる親父とかいましたから、その硬い雰囲気の中でいましたから、なんかなすごいことになったな、曲、ガガガスペシャル忘れられない日々。まああのプロ野球も大好きですから、プロ野球の改革も大事なんですけど、俺一個しくったことあんだよな、聞いてよみんな聞いてよ、田代じゃなかったな、田代じゃなかった、この番組のアルバイト田代32、若手芸人ですよね、でいてこれあの、クリームシチューの有田くんの後輩芸人なんですよ、でいてまあここにクリームシチューの有田くんの後輩芸人はいっぱいいるわけですよ、いろいろで、その中で割と今その親しくしてるのが田代32ね、それからあ と熊本キリン、元熊本キリンの桐畑徹、あの辺なんだけど、この2人じゃなかったんだよ、もうだからもうあっちと仲良くしてれば今頃俺はフカキョンの残りがが鍵放題スタジオに小林っていうホリプロのマネージャーが電話だったら全部切れ、そうなんだよ、そこ俺はしくったな、そこで田代30になんか取ったところで何の得もないですよ、ただの牛乳1本持ってきやしませんよ、あいつ牛乳は配達から1個ちょろまかしてきましたんでとか、なんか新しいヨーグルトができましたんでぐらいのことを言ってくれればね、俺もそれでまあいいかなと思いますけれども、すごいよ、もしあそこと付き合ってたらもうみんな帰った後に、もしもし伊集院さん今ならまだちょっと匂い残ってますからって帰ってきて、その深田フレーバーがかけたのに何やってんだお前らは何やってんだ、あの別に話はしたくない、あの別に話とかしたくないのね、俺そんなにしたくないんだけど、なハマってねえから、あのおそらく深田師匠にそんなハマってねえから、あの話とかしてもそんな盛り上がることはないんだけども、ちょっと嗅ぎたいじゃん、いいぜ後輩芸人で、だから俺についてきたのが失敗も田代32
あのね、いくらそらね、自分より無駄に自分が年食っちゃったから、あのクリームシチューの有田くんについてたらね、自分より一個年下の芸人のカバン持ちって嫌かもしれないよ。それは複雑な気持ちあるかもしれないけど、あそこで有田派についてればね、ついてればですよ、想像してみ、自分家帰ったら深田恭子がついさっきまでいたところで寝れんだよ。自慢だよ。さらに若手の芸人たちに、あ、ちょっと布団かけたいやつでしょ。この辺に座ってたと思うぞみたいなやつを嗅がせることができるんですよ。配管料も取れるかもしれない。ちょっとわかんねえけども、拝むこともできたかもしれねえっていうことですよ。それを俺の方に来たところで、お前さ、確かに僕の家に若手芸人来る時ありますけど、その時は大体セットで構成の渡辺くんの電車の豆知識を延々と聞かされてるでしょ。くせえしょお前。あと俺ね、そうでしょうね、俺とお前くせえもん。そんなのもう下か香りの缶詰とかバンバン販売できたんだお前。フカキョンの匂いのやつできたと、できたってなあ。ちょっとディレクターの携帯が鳴ったら多分ホリプロからだと思いますから、この辺で切り上げておこうで、ちょっと CM いっとこう。今ディレクターの柳沢の携帯にですね、なんか不思議なメールが、K っていう方から、もう寝てるので何も聞こえませんっていうメールが来てましたんで、じゃあちょっと話の方を続行しようと思うんですけども、あのことで一番傷ついてるやつ誰だっていうね、俺思うんだけども、あの後輩芸人ももう随分売れてきた人じゃないですか。なのに写真週刊誌にとある後輩芸人の部屋って書かれてたよね。どう考えたってちょっと工夫すれば名前入るよね、あれね。それをとある後輩芸人扱いっていうのが俺の中では、あ、なんか複雑な気持ちだろうなと思いながらね、もう見てましたけどね。あのね、まあいいや、この話よりもだから田代32ね、あのまあ一応そのアルバイトとしてここにいたりとか一緒に野球やったりとか、まあ僕といる時間ずいぶん長くなってるんですけども、得なことなんもねえよお前、本当こっちいても。先週の俺思った途中で、俺実は途中でもうなんかモードの方がもうなんか一人になりたいモードに実はなってたんだけど、先週の番組終わった後先週の番組は、あの要するに、聞いてくれた人聞いてくれない人いると思いますけども、僕がこう頭のこう時計を見ずに頭でこう想像して2時45分になったら番組をやめ、あのおしまいですって言うみたいなね、そういう特集で、でまあその、時間が短すぎたり長すぎたりとかしたら罰を受けるみたいなことだったわけですよ。で、俺分かんねえから、なんか全然分かんねえから喋ってんじゃん。で喋って、お、こんなもんじゃねえかなと思って、途中から本当にね疑心暗鬼でわけわかんなくなってくんだよ。もうみんな帰っちゃってんじゃねえかな説っていうのが、俺たち必死にあの日も声の、今日も調子悪いですけど声の調子悪くて声からし喋ってるけど、あ、これ終わってて、その完全に放置されてることがもうイコール罰ゲームなんじゃねえかなとか思ったんですよ。したらなんかこう、あのスタジオで延々と喋ってたら有利入ってくる可能性すらあるわけじゃないですか。俺一生懸命喋ってるのに後ろから入ってこられても困んなみたいになったから、途中でもうこの辺だなと思ってやめたら、 SM 嬢が入ってきて、で SM 嬢と竹内アナと田代32が入ってきて、もういやおうなしですよ。生放送でソロやろうと呼ばれ、あのね、デブって言われることに免疫ついてるわけ、もう知ってっから。あとこれ人間と面白いもんで、まず一つ免疫ついてるものね、デブって言われるのに免疫ついてるから、デブは全然 OK ね。それからババア、身に覚えのないこと全然 OK でもね、ソロやろうドキドキーって、そんな、うん、分かんねえもん、だってどれぐらいのもんなのか分かんねえもん全然。そんな分かるか、自分がどうなのかなんて分かるか、そんな何と比べてだ、その自信は。お前らが、お前らソロやろって言われてもならないだろレモンティーなさいますか、ミルクティーなさいますかみたいなことじゃないだろう。
どうやったって俺が分かんないけど、ひとたびそのそういうことになった場合に4年持つやつだったらそれは全然笑い飛ばせるよ。ババアって言われてると一緒だから、ドキドキってしてて思ったら、またこのすごいもうね、プレイとしてすごいなと思うのは、前に竹内アナがいるわけですよ、進行してた後で全部聞きましたけど、進行者竹内アナがいるわけですよ。あの人と僕はお昼の番組を一緒にやってるわけですよ、毎週ね。お昼の番組をやってる相手が、相手が素っ裸で這いつくばってケツ上げろって言われてバシバシムチでたかれてるとこ見ちゃってるっていうのはまずいだろ。だからその吉田照美の全裸を小俣政子は見てるか。それグレーだわ、グレー。グレーだわ。どんなプレーをしてるか知らないわ。どうしようかな、今度吉田照美さん Y っていう人から寝てますから大丈夫ですのメール来たらもう俺喋れない。なそういうプレイの状態じゃないですか。でもね、これはね、うまく説明しないとわからないと思うんですけれども、その時にいろんなことを判断するわけ。あ、そっか、SM 上だったんだと思うし、うわ、今、ソロって言われた。裸になれって言ってる竹内がいる。その後ろからは、田代32がいる。って、おそらく、途中に俺がうまいことやんないと壊されるよって言って、液晶テレビ壊れてんだろうな、壊れてるの情報がいっぱい入ってくるんや。そうすると、俺としてみれば、こう、少なくともこの先聞いてる人に楽しんでいただきたい、ね、よくわかんねえけどから、叩くんなら派手に叩いてほしいわけ。これ難しいんだよ。もう政治のテープ聞き直したら俺マゾとしか思えねえもん、完全ド変態だよ俺のやってることね。でもモードとして来るのは、その女王様とやらにラジオなんだから、まず一発目はいい音したんだけど、二発目スカリアだったな、あいつ、二発目いねえだろうな今日なねえあんにゃろうさ、二発目なんか俺のケツスカってスタジオの机の足みたいなところにくるくるってなってやんのなんだあれねえ、なってやんの、インディ・ジョーンズが遠くのものを撮るみたいになってやんのこれでいい音してねえの、ムシッて音してんな。そん時に急に言われたら、ちゃんと叩いてくれ。いや、叩かれんのは篠岡健さんは叩かれんのは嫌だ。でも伊集院光さんはちゃんと叩いてくれないと面白にならねえって意識があるわけで、叩いてくれと思うんだけど、こいつがなんか叩かねえんだよな、なんかもっと来いよって言ってるわけ。僕は学んでますから、ブッチャー道場ブッチャーブラザーズのブッチャー道場で学んでますから、通好みの話をしますと、途中で言い訳しつつもう3発目ぐらいは必ずかなりそのモードの方に徹しようっていうスイッチ入ってますから、3発目ぐらいの時には言い訳しながらケツを女王様の方に持ってたんです。来い来いですよ、こっちにしば来い来いですよ、やんねえな。でこれまたすごい通好みの話になりますよ。ね、あくまで冷静ではないんですよ。2人いるんですよ。叩かれたくないんだけど、そしたら予備のムチのすっごい痛そうなやつが机の横のところに置いてあるね、置いてあるわけでいて、俺多分あの時のオンエア聞くと、このムチ何みたいことを聞いてると思うのね。このムチ何っていうのは俺に言わせれば田代32に向けてのもうしょうがないんだって、いっぱい音がしない限りは企画として成立しねえだろうっていうことが頭の中にもう出始めてるから、このムチ何って聞いたら田代32、それを取って日頃の恨みじゃーって言ってバンバン行けば CM 行くって思うわけ、俺にしてみればね。だけど田代32は説明を聞くモードに入ってるわけですよ、女王様の。お前違う、このムチ何でいて、今度女王様がなんだか乗馬に使うなんとかムチだよ、やられたら痛いんだろうな、来い全然だよもう普通に置いてあったムチ横のところに。で竹内も竹内で、俺はすごく思ったのは、竹内ってこう僕らグレン隊の中で、この今グレン隊軍団の中で、まあ、うんこマンとかうかつに死んじゃっても執行猶予つくぐらいの、それぐらいの俺たちじゃない価値じゃないですか。でも竹内一人は
彼女はアナウンス部で言うと女子アナでこれからすごい伸びてくっていう期待されてる子だから、あの子はギリ汚しちゃいけないわけ。汚したら二度と番組なんか手伝ってくれないから、汚しちゃいけないから、竹内だけは困った顔をしてる。そこんところで俺のあの時瞬時に考えた俺のベストよ、女王様は叩きまくるね、田代32も叩きまくる、だけど竹内だけはもうやめてあげてくださいよっていう流れ、これが正しいんですよ。竹内高笑いだよラジオ的に聞いたらお前が叩いてるとしか思えないよでしょう。その状況で下手したらあのまま黙ったら竹内俺が田代に促したムチ持ってんじゃねえかと思うぐらいので、そのことのこうちょうど3時終わっていろいろやって3時半ぐらいかな、そのことの反省会っていうか、俺の方もちょっとこう落ち着いた後で、田代さ、俺が言うのも変な話なんだけどさ、叩けよ、叩けって、だからあの時これこれ今言ったようなことね、これこれこうだ、俺がこう言ったじゃんかって、もうあの時点でもう女王様が叩く量が足りてないっていう意識が俺にあるんだよ。だったらもう田代32に俺はお互いおいしいパスを出してるはずだと、もう俺は瞬時に本能的においしいパスを出してる。要するに田代32は若手芸人の反乱っていう面白いことができて、で俺はより大きな音でちょっと責任を取らされるっていう図式ができて、その大騒ぎのうちに CM だろっていうサインを出したろ、なんでお前はそれを受け取らないんだって、コンコンと説教してるわけだけど、俺まだパンツ一丁なわけで、まだ背中に耳ずばれなわけ、日本一恥ずかしい状況なわけ、それがもうすごいで、もうね、なんつったいのかな、あの感じ、あの感じだよ。ジャンクあ、どうやったら普通に聞いてるリスナーに通じるのかな、要するに普段の生活でああいうことってあんまないような気がするんだよな。いや、あ、でもあるのか、いや難しいとこだな、あのぶたれてんのは嫌なんだ、恥ずかしいんだ、竹内の前でやられてるのが一刻も早くやめたいんだ、本当に痛いし、また上下手だか言ってんだよ、なんか上手くねえんだよな、なんかあの子はもう指名できない、もうプライベートでもねえ、なんつったのかな、もうやられるの嫌なんだけども、嫌なんだけれども、いいのかこの状況で終わっちゃってみたいなところってわかる、こうやっぱりね、篠岡健本名と伊集院光の同居みたいなことで言えばいいんだけど、俺の中ではバシ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 ウギャーウギャーウギャーで、ジャンクジャンクジャンク CM が普通だと思うんですよ。それがさ、ボルテージが上がんねえか、いつまでたってもベシってベシってたらベシってベシって叩かれてんだよ。でしかもベシが痛えんだよ、これベシは本当はピシーよりもベシの方が全然痛えわけ。ほんでもうでまた特殊な放送の仕方をしてるから、いつもだって今だったらガラスの向こうに柳沢くんがディレクターがいるから俺の話終わりそうだなとか思ったら切ればいいわけじゃないですか。だけどあの時は他のスタジオ俺たちが喋ってて、俺がもう這いつくばされてビシビシ叩いてるわけじゃん。で他のところで CM を出す作業をしてるから、このビシのボルテージが上がらない限りはディレクターとしてはいけないわけよ。この分かってっから、いろんな地獄延々とっていうか、あれセットで分かんないけど、後輩芸人が見てるけれどもうまくこう意思の疎通ができないにもかかわらず、 TBS の看板アナウンサーが汚れかねない後の責任を取らされそうなのに、痛いんだけどあんまり爽快ではない叩かれ方をしている DJ プレイっていうプレイでお店に出した方がいいんじゃねえかってぐらい複雑なプレイ展開してたなぁ。で笑ったのがさ、次の日さ、明けて火曜日野球の日だ、野球行ったわけですよ。野球行って1試合目やって終わった後に、暑いじゃんか、暑いからいつも1試合ピッチャーやるときはそのままずっとやってんだけど、ユニフォーム着てやってんだけど、ファーストを守る2試合目は必ず上半身裸になって村で焼けるのが嫌だから、俺も行ったってグラビアの仕事もいっぱいあるし、村で焼けてるとかっこ悪いから上半身脱いでやるんだけど、そんな忘れ上半身脱いでやってたら、一塁ランナーに出た若手芸人の一人が、伊集院さん今日は来た方がいいと今日は来た方がいいと、もう忘れてんだよね、何のことかと思ったら背中が X の字に水バレになってると、で明らかにムチで叩かれた後だと、だって1個のやつなんて長いやつはこう背中に斜めに一文字通ったやつがへそ横ぐらいのところまで来て赤くなってる、絡みついたやつじゃんっていう俺の背中のとこはちょうど
ってなってんだよ。ねえ。これしばらく見たらゼニバさん喋り始めるわみたいな感じになってるわけですよ。あれも恥ずかしかったな。俺おそらく一生プライベートでは、だから変な感じしたね。あの一生プライベートであのモードになることはないから、おそらくプライベートでM をやりに行くことはないと思うんですよ。ないと思うけど、変な感じね。あのこう聞いていただいてますか、すごく痛いんですけどっていう感じで、またかの SM 上 CM 入ってから3回叩いたら、あいつおっせえよ。CM 入ってからの叩きはプライベートだからいらねえし、そんなもう全然プライベート BC ちょっとも欲しいっつってねえから。俺あれはほんとねすごいわ、ほんとすごかったですよね。まあ、まあ中途半端なんでもっこだけ短い CM 打って、行きましょう。ファックスレスポンスがいいところでもう来てますけど、ペネムマゲマゲ、もうその渡辺恒夫オーナーが何も話を聞いてくれないわけじゃないですか。でプロ野球の改革案をどうにか渡辺恒夫オーナーに、鍋恒ちゃんに聞いてもらう方法をちゃんと書いてくれましたよね。こういうのが今回のシンポジウムで欲しかったんですよ。コボちゃんにさりげなく入れるっていう。だ3コマ目ぐらい、まあ、たまにはコボちゃんとかがこう1コマ目の導入とかってたまにどうでもいい、単に日常のところにコボちゃんが来ましたよみたいなとこないあんじゃない。あのおばあちゃんと上田正史先生の書く女の人の髪の毛のところにあるクシャクシャっていうのわかんねえんだけど、あのおばあんと一緒に喋ってるところの話題が上場世はいいらしいわねみたいなやつで、コボちゃんどうしたの、遊び行ったんじゃなかったのみたいな、ねえわかんねえけどね、公園が焼け野原だよ、その後は好きなやつでいい、そのやつはもう上田正史先生の起承転結を邪魔しちゃいけないから、さすがに自分とこの新聞読むだろう。コボちゃん読売でしょ、読売でしょ、自分とこのやつは読むだろうから、そういうのにさりげなくキャラでコボちゃんなんだけど古田くんっていういい人のキャラを入れていくと、ちょっと鍋つでも会いたいって思うんじゃねえかなっていうのはさすが確かにありますよね。こういうシンポジウムは俺じゃなくてこのペンネームマゲマゲさんみたいな人が言って、こういうね前向きな意見なんか逆にいい案が出れば、でここ解決しないでいい案が出れば出るほどみんなへこむっていう現象できてましたからね。まあ、一応ファックス開けときますんで、東京03-5562-9540、東京03-5562-9540です。何でもいいです、送っといてください。じゃあコーナー、嘘地区の泉。コーナーですね、まあ、スペシャルウィーク挟んでちょっと久しぶりなんですかね、いかにも本当に聞こえる、いかにもああそういうことあるんだ面白いね、君は本当にうんちくおだねなんて言われそうだけどもまるっきり嘘っていうですね、文章を送ってもらうコーナーです。いい大人がつく必要のない嘘をついてみるコーナーです。でいて僕がその嘘だって分かってにもかかわらずうなずいた数、平ボタンを押した数イコール深夜のバカ力カードを差し上げる枚数になっております。本日はですね、いきましょうか。早速今日の嘘地区こんな感じです。女体盛りの正しい方法は、女体盛りの正しい作法は、鯛の刺身を使わない。なぜならそこに女体という鯛があるから。へえ。安田大サーカスの声の高い彼はまだ第二次成長を迎えていないと考えられる。したがってチンゲも生えていないはず。へえ。昔から欧米のホテルでは縁起が悪いという理由で13号室13階などを作らないケースが多い。さらにここ3年の間同じく
縁起が悪い、客が泊まりたがらないという理由でアメリカの約8割のホテルから911号室はなくなっている。へえ、らしいな、すごい。へえ、マジックミラー号、三菱製。へえ、1話で1秒間に平均5回以上仰ぎ続けると、仰ぐために使った腕の筋肉から発する熱量が1話によって下げられる熱量を上回るのでかえって熱くなる。1話は1秒間に5回以下の回数で仰ぐべき。へー、へー。夏休みの宿題で朝顔の観察日記をつけさせるのは、表向き植物の観察という理科の勉強のためとされているが、実は朝顔の観察日記を毎日つけるために生徒に毎朝ちゃんと起き規則正しい生活を送らせるため。へー、へー。これもうちょっとほんと竹の匂いちょっとするよな。なんか朝顔の花がどうなってるか書くためには絶対朝起きなきゃならないみたいなことがなんかな、別に朝顔じゃなくても良さそうなもんだもんな。マンドラゴラとかでもな。マンドラゴラだと多分ちびっこが鉢植えの前で石になってることがありますから、それは困りますけどね。ノートに30分かけて理想の彼女をリアルに書いてみても何もならない。あれあれや、あれ何も、いや、すっげえ書いたら話しかけてくる時あるから。へドラえもんの秘密道具の名前すべて商標登録されている。へー、へー。マジックショーで鳥を使った手品となると、海外では人に慣れやすく頭のいいオウムやインコが使われやすいが、日本では大抵ハトが使われる。これは大正6年日本で初めて小鳥を使った手品を披露した松尾白菜のシルクハットから、ハットからハトが出てくるというダジャレがきっかけである。へー、へー。今日はこんなところですかね、うん。いや、なんかね、朝顔はぽいね。基本的にはあの発送までの間にあのよくファックスとかくれたりする人いますんで、本当地区だったのは分かったものに関してはカード送りませんよ。カード送りませんよ、先生。先生カード送りませんよ、ね。でもまぐれあたりの時改造だよね。まぐれあたりの時はすごいのは腕が良くなりすぎると難しいんだよね。あのこっちがおー本当っぽいとか、これ本当じゃねえのっていうギリのとここそがおそらく一番俺の中ではいいネタだと思うんだけれども、それ本当って時もたまにありますからね。だってあの水戸の郵便番号は水戸で310って時、絶対よくできてんなと思ったけど本当だったもんな、あれな。ということでですね、嘘的師さん、ラジオネーム、夏休みの宿題で朝顔の観察日記をつけさせるのは、表向きは植物の観察だけど、これを観察するために毎朝朝顔ですから決まった時間にちゃんと起きるようになるっていう、まあ多分植物の観察の何だろう、習慣みたいなものもつけさせながら規則正しい生活も送らせるっていう。だって本来は夕顔の方が最終的にカンピョンできるから、ちっちゃい子はもうカンピョンが大好きじゃん。そういうの一石二鳥みたいなとこあるんですけど、朝顔にしてますもんね。基本的に朝顔のこと多いですもんね。本当っぽいんだよこれ。これも、アメリカのホテルでは最近あの 9.11 があるから、ホテルの911の部屋っていうのはなくしてるケースがすごい多いっていう。これもいいとこついてきてるよな。続いて、それからですね、ドラえもんの秘密道具の名前が全部商標登録されている。確かにそうじゃん。石ころ帽子とか売られたら欲しいもん。
ドラえもんの道具の中で一番石ころ帽子欲しいもんねえ、そんな後ろ向きな子供は嫌だよ。タイムマシーンでももしもボックスでもなく石ころ帽子が欲しいね。あと転ばせ屋ただちょっと転ばせるだけなんだけど、これまあもうなんか結構メインの道具はされてんじゃん。もはやおもちゃ化されてたりとか、おもちゃ化しやすいものとかはされてる感じはするけどな、さすがにペコペコバッタぐらいはされてないような気するんだよね。今のがペンネームベニスの種馬これ好きなんだよな。泉川森を大阪府、あの女体森の元々の子、女体森っていわゆるさ、ちょっとさ、こう粋な芸者遊びみたいところから最初来てると思うんですよ。だから作法として、要するにタイのお刺身は押さないで、あれ置かないで、女体っていう素晴らしいタイの周りにこうなんか他の何イカとかいう味とかそういうのを置くのが女体森だから、その昔のこう粋な人にしてみると、あー、タイ並べちゃダメだねっていう感じのね、まあそれ粋だけどバカだけどね。食べ物とエロを両立させよう、俺の中では食べ物とエロを両立させようとするやつはバカっていう結論になってますから。でもなんかこれ古い文献とかには出ててほしいですよね、こういうやつね。それからですね、これも本当地区の可能性あるよ。メデューサのアフロ、安田大サーカスの声の高い彼は、要するに声が高いままってことはまだ第二次成長が始まってないってことじゃないですか。そうでしょ、あの高い声変わりしてないわけですから、ってことはもしかしたら人間の方も入れねえかもしんねえぞっていうのは、だちょっと誰か見てきて、見てきて、本当地区だったらこれ上げられないから、これ、ね、本当の場合は上げられませんから、その辺はちゃんとそっちの方でやってくださいね。サスライアザラシマジックミラー号三菱製しかもリコール対象のやつだったら面白いですよね。あれ元に戻されても困るんだろうね。マジックミラー号のハブだけ直してるのちょっと面白いですよね。なんかね、それ以外のところは全然触れずに淡々とハブだけ直してる感じっていうのはちょっと僕は嫌いじゃないんですけどね。これラジオネームさすらいアザラシさんからいただきました。ということで、嘘地区郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ字から嘘地区の泉の係までお待ちしております。なんかさ、うちこの夏さ、かみさんがさ、なんかエアコンを私の部屋につけろみたいなこと言い出してさ、ほんで何言うの野郎と、こっちにしてみればもう一回言ってみろ、何言った、おいおいおいお前よ、俺に養ってもらってるくせに何言った？エアコンを、エアコンをつけてください。はい。という形でまあ一応そのかみさんの部屋にエアコンつけたら、ブレーカーがバッ、なんか、なんだろうね、なんかブレーカーを一個上のにしてくださいみたいな言わないと、そのかみさんの部屋とその俺の部屋のブレーカーが同時についてった上で、なんか冷蔵庫がバンって言ったりした上にプレステとかついてると、なんか突然ブレーカーがその落ちるんですよね。でいて電動性アイアンメイデンがうちにありますから、あれが動いてるのも関係してると思うんですけど、あとメカモが20匹動いてますから、それも含めてだと思うんですけども、ブレーカーが落ちることはすごく多くなって、でその最中に私パワープロなんですよ今。パワープロ野球ゲームやってるんですけど、選手を育てる野球ゲーム相変わらずばっかみたいな長い時間やってるんですけど、まあね、スリリング、あのね、パワープロなんか変なルールになって、こう普通に1時間ぐらいで選手をこうやって作っていけば、自分の名前、こう好きな名前つけた選手をこうで、俺のチームは今回俺ショッカーって名前で、全員の名前が俺ショッカーに所属してる怪人だけなの、怪人の名前なの、銀だら最強男っていう、もうこれ悲しい怪人でね、あのショッカーに捉えられて、銀だら最強焼きの戦闘能力と人間をこう改造されて、仮面ライダーいくらこうチョップとか入れてもツルンって取れる身が、ね、そういう怪人とか、それからあと、他にもサバ男、アニサキス男とかそういうやつ作ってるわけですよ。アニサキス男なんてすごい、大変仮面ライダー、まあ、詳しい人は知ってると思いますけど、アニサキス恐怖、
アニサキス男テッテレーテレレレーッ。日頃もともと普通の青年ですよ。普通の青年がショッカーに改造されたんですよ。でいてすっごいお腹痛くなっちゃって、お腹痛え、これすっげえお腹痛えと。ショッカーは最初隣の釣り好きの親父に化けてきたんですよ。でサバ釣ってきたからどうぞなんつって、あすんません大変だなーなんつって、お前もう金ないだろうなんて、若いうちは体力つけないと、ありがとうございますーなんつって、ありがとうはいいけどサバってどうやって食うのかな、一応焼くだけ焼くかなんつって焼いてみたら、こんなその生臭いけど大丈夫かな、まあいっかっていう感じだったんだけど、実はおじさんがショッカーだったのか、サバが傷んでたの。これでアニサキス男になっちゃったって、悲しいそのまああの選手たちを作ってるんですけど、これがまあ当然こう1時間ぐらいってか、最初のうちにいい選手ができるかどうかの予感をしてくる。一番最初のうちにめちゃめちゃ俺打てたよみたいな選手、いい選手になってるから、かなりこの大学生活のゲームになってるから、大学生活で大学野球部の少年がプロに入るまでみたいなゲームなんだけど、やってるとこれやばいな、あのすっげえいい選手できてて、ここであのセーブしない状況でブレーカー飛んだらどうしようと思うと、エアコンを切るわけ、暑いんだこれが、部屋が、ま、もうテレビとそのプレステが回ってる熱と、あとあの部屋にはクソデブが一人いるのよ。でクソデブがまたいい選手できてくると、あこうすっごい熱中してくると、クーラーの室外機みたいな温度出すの、あのデブって。ほれて暑くて汗ったらったらかきながら、そうするとね、集中してる時っていうのは本当にミリ単位で向こうの投げてくるボールにカーソルを合わせて打ち返さなきゃいけないのに、汗がポタってきたりとかするでしょ。あーあー打ち損じたとかやってんですけど、なんかね、今の新しいパワープロは、僕がこうパワフル大学とか入りました、で選手を作りました、いい選手ができました、でそれを日ハム入れて高すことできますよみたいになるじゃん。そうするともう一人作ろうと思って次やると、前に作った選手が記憶されてて出てきて、こう要するに俺が今度は丸刈り男怪奇丸刈り男、ね、を作ってる時に前のアニサキス男が来て、あのおおなんつってバッティング教えてやるよとか言ってくれると、よりいい選手になるみたいなシステムがあるんですよね。だから1回の失敗が1回じゃないわけですよ。要するにアニサキス男はすっごいよくできたと、それで日本ハムファイターズに入りましたと、だけどその次の作った僕、その次に作った、モンゴイカ男に関してはショッカーもこだわんねみたいな、あのイカ男じゃダメなんだ、いやモンゴイカ男ですみたいな、モンゴイカ男は途中でブレーカー落ちちゃってから死んじゃってるわけですよ、消えちゃってるわけですよ。消えてるとなんかその弱々のままのモンゴイカ男も記憶されてるらしいの、そこがよくわかるんだけど、要するに俺のセーブデータは残ってないはずなのに、通りがかりのやつとしてはその途中で壊れたデータのやつが出てくるのよ。だから俺がアニサキス男やってたら、モンゴイカ男が来て、おーどなた俺は2年で中退したモンゴイカだよって出てくるんだけど、役立たねえのよこいつが。これが困るから、一回ブレーカー落ちるたびにもう絶叫ですわ。そうね、もしずっとやってると日ハムに入れた選手の名前は覚えてるわけだ、もう見えるから、卒業してプロ入りまで行ったやつは覚えてるけど、何度か途中でこかした選手はデータが残ってないから分かんないわけ。俺にしてみれば突然現れると、この名前どのバカがつけたんだよっていう、亀頭将軍っていうちょっと狩猟そのショッカーの中でも偉い、いわゆるショッカー、俺ショッカーの一番上はなんかこうシルエットとピカンピカンって光ってるデブですよ、俺です。俺ね、そのちょっとした支部長みたいので亀頭将軍っていうのがいるんだけど、こいつはね2年の時に肩壊して泣きながら帰っちゃったんだよね。その亀頭将軍久々出てくると、そこで初めて気づくんだよね、ショッカーでもなんでもねえじゃんっていうこと。そんなね、ブレーカー落ちるせいでそんなことの繰り返しなんですよ。ただね、俺ショッカーの怪人の名前がそろそろもう80人ぐらい作ってますから、俺ショッカーそろそろ思いつかないんで、よかったら昨日のね、ファブリーズ女っていうちょっと臭いと巻くっていう悪辣なやつ、仮面ライダーも女だから手加減しようかなと思うとシャッてやられて、え仮面ライダーが何か臭い
って言われることで仮面ライダーに精神的なダメージを与えてくる怪人なんですけど、昨日のねファブリーズ女以来ちょっとねなかなかいいやつが出てきてないですから、キムコ G 男とかいますけどね、ジャイアントの方ですから、ジャイアントと普通の大きさのキムコのタッグで仮面ライダーを襲ったことでおなじみのあれ、あのなんかファックスでもあのハガキでもいいですから、端っこの方にあの知ってる仮面ライダーマニアの方ね、ダメですよ自分で考えたやつは、仮面ライダーに出てきて印象深い怪人の名前を書いててくれればですね、あの私のところ選手にしますんで、なんか書いた隙間があったらどんどんあの送ってください。俺の考えた超人みたいなもんですよ。ペッツ公爵ね。何にも持ってないと仮面ライダーに、俺はもう公爵で武器とか全然持ってねえからっつったら、急に上向いたと思ったら喉んとこから爆弾でっから。怖えわ。だからね、住んでるところでなくなっちゃったの。友達に配っちゃったから、友達にいっぱい配っちゃったからなくなっちゃって、しかも首のとこがカパカパになっちゃった。偽物のドナルドのやつだし、だからカパカパになっちゃって仮面ライダーはそいつを倒すことができたみたいなストーリーもありますけど、よかったらですね、仮面ライダーの新しい怪人で、まあ俺ショッカーっていう日ハムも改め俺ショッカーに入れたい選手があったらですね、どんどん送ってください。ほんじゃちょっと曲一回いきます。三つ丸三ひ丸 GT 願い。なんか最初はまた相変わらず構成の渡辺くんチームはなんか電車の名前、今回あの漢字で6文字の名前が付けられるんだ。ひらがなでも漢字でも6文字までいけるようになったから、構成の渡辺君はなんかあの JR の何々線みたいな名前をつけるとかっつって、あのそれこそ山手線とかから始まって、でまたね6文字漢字並ぶと創刊だからっつって函館本線とかこういろんなのつけてやってたわけで、俺がなんか最初普通の仮面ライダーの怪人やってるとあんま漢字とか使えないんですよ。なんかそれが嫌だから、なんとか公爵とかなんとか将軍とか入れてくところからあの始まったんだけれども、横から人の選手にブツブツ言うのおかしいかんね、いいんだって、お前は仮面ライダー世代じゃねえか知らねえかもしんねえけど、俺だって函館本線なんて知らねえもん、乗ったことないし作ってんだろどうせありそうなやつ、俺は本当に仮面ライダーにいたやつの名前で、お互い決めたじゃん最初に、仮面ライダーの怪人かウルトラマンの怪獣のチームを俺は作りますと。でいて、構成の渡辺くんは、電車の名前かその電車の線路の路線の名前かをつけますって言って、守ろうやそんなお互いさ、守ってるって俺だっていいんだよ、カリカリ梅男出た V3 のすげえ敵で、これがだからびっくりするの、カリカリ梅男っていうのはそんな強くなさそうに思えるでしょ、だけどこれの正体が実は亀頭将軍だったの、実は、ね、カリカリ梅だなと思ってかじってみたらうんっていう人がいて、なんだろうみたいな、そういうストーリーがあったから、前編後編に分かれてあったから、ね、仮面ライダーの怪人って言ったらいつも二言目には普通仮面ライダーの怪人って言ったらカマキリ男とかクモ男とかそういうやつでしょとか言うんですよ。ショッカーだって考えんだって、ああいうシンプルなやつじゃ勝てねえから、ちょっと複雑なやつを作ってこうみたいな、そういう時期がショッカーもあったの。ショッカーもあの俺たち反省しようぜ、ちょっと視聴率が仮面ライダー落ちてきて、で仮面ライダーだけの責任じゃねえんじゃねえかってみんなで話し合って、俺たちも怪人のバリエーションがちょっとなんか焼き直しになってたなみたいな話し合いをしてたんだ。ショッカーのいろんな歴代の怪人とか出てきて、なんかなんだよイカデビルってよみたいな話になって、そういうのじゃダメだ、ちょっといろんなのテーマ案出し合って改造すからみたいな話になって、今まで出てない怪獣でホチキスとか強いと思うんですけどみたいな話してたら、おーそれ行こうっつって作ってた時期があんの。放送されてない、その時期まだ一回視聴率下がってる時期だったから、放送されてない。俺は仮面ライダーの怪人からいろんなの、銀だら最強男すげえぞの例えば飲み男って要するに飲み自体はちっちゃくて弱いように見えるけど、あれが人間の大きさになったって考えたら、あの吸血能力ジャンプ力っていうのは仮面ライダーを脅かすはずだ。これが我々ショッカーのコンセプトですよ。ね銀だら最強焼きね、怖くないでしょそんな、うまいし生姜焼きと銀だら最強焼きあるけどどっちする、銀だら最強焼きでしょね、だけどあれが人間の大きさって仮定したら、あれあの大きさだから箸でなんとか取れるけど、あのつるっとした身の向け具合が人間の大きさだって仮定してみな。仮面ライダーの X っていうのは刀でフェンシングの刀で戦うんだけど、ライドルスティックっていうやつで戦うんだけど、中途半端に本当のこと入ってるよ、ライドルスティックで戦うけど、あれでやろうとしたらつるっつるっつって大変だよ。
あとなんかあのひじきが絡まって美味しくなさそうに見えたり しちゃうから、そういう能力をいっぱい持ってる怪獣います、怪人いますんで、あのこれからも僕俺ショッカーはバンバン新あの新怪人出してきますよ。今日帰ったら俺ゴキパオ元帥、ゴキパオ元帥はすっげえムカつく仮面ライダーとかとこうあのとかの中でもムカつくこと言うやつをシュッてやって済んじゃう、済むだけ済むだけで、済んだ後戦闘員にちょっとごめん怖い捨てといてみたいなことを言うやつですよ、ゴキパオね、生春巻き男、仮面ライダーがパクチー嫌いなんじゃねえか、パクチー嫌いなんじゃねえかなっていうところをあのショッカーの可能博士が考えて、パクチー特に多めで人の大きさだから、ほいさ仮面ライダーが意外に、いやこの間休みもベトナム行ったんすよみたいなやつで、すぐ負けた、すぐ負けた、うわどんどん俺の中の俺ショッカー出てくるわ、いろんな怪人出てくるから、あの覚悟しとけよ、お前の方の電車なんて絶対あれだからな、悔しかったらお前も作ればいいじゃん、そういう新しい電車でっち上げのってもう言っちゃってるけど、でっち上げの電車とか作っちゃえばいいじゃん、あれ作っちゃえばいいじゃん、あのさ千葉のトケってあんじゃん、トケちっちゃいキャンじゃん、トケとカリフォルニアを結んでるトカ線ね、そういうね、トカ線、トカ本線ね、作っちゃえばいいじゃんか、あとほら特急の名前とかを使えるわけだから、今そうやってこうなんか朝間とか作ってんでしょね、弱そうだもん朝間、すごい弱そうだもん、なんかわかんないけれども万力とかすごい万力とか、おいでて人に万力なんていう特急ねえんじゃねえのっつったら、いや万力はあの阿蘇と海底を結んでるやつであんだよみたいな、すげえ馬力あっけどおっせえみたいな、そういうの言っちゃえば勝ちだから、だから今日から俺と渡辺君のそのパープルの選手はもうフリーダムで行こうや、とりあえずわかんねえけど自分の発想の及ぶ限り、その代わり人に言われたらあの説明はできなきゃダメよ、お互いお互い、要するにもう俺ダウトかけてるから、俺の知らねえ大宇本線とか返してもこんなのねえんじゃねえかと思ってた、俺ダウトかけてるから、そしたら説明書どことどこ通ってるっていうよ、俺もお前が俺の韓国乗り女って絶対出てねえだろっていう絶対でバカ、普通のこいつは元いた乗り男の仇を取るために出てきた韓国乗り女で、甘く見てるんじゃないわよ、塩の粒をごらんっていうセリフセリフねえ、で最近日本の海苔に香ばしさが減ったかもしれないけど薄くごま油を塗ったのさっていうことでね、すぐ死んだ、死けってねえ海辺で戦ってすぐ死んだ、すぐ死んだねえ、あれ蓋開けたらすぐ食わねえとパリパリしなくなっちゃうから、そういうストーリーは俺はいつも言えるようにしてるから、俺にはもうブレインがついたから今このいろんなハガキとかで全国に散らばる俺ショッカーの仲間たちからいろんな怪人出てくるから、俺バンバン行くんでね、バンバン作っていくから、もうどんどん俺のニチャムは意味わかんねえチームになるから、一回 CM、すごいよ、もう全国の仮面ライダー博士からバンバンワークス届いてるよけどね、ねえ、ただ問題はみんな確かにいた、確かにいたけど漢字6文字、漢字ひらがな全部足して6文字超えちゃうと、うん、選手の名前にはできないんだよね、川崎の船橋浩二から豆腐ステーキ男うわー、こいつアマゾンがすっげーお腹減ってて、もう あいつはワイルドなやつだから力パワーつけてっつったら、あのステーキがあるから食べなよ食べなよなんつって食って、力が出ない、そうさ豆腐ステーキさお前親父の血糖値を下げるためにお母さんが作ったやつを付き合わされてる、お前らちびっ子は大変だろうなやられたでおなじみの武器がないでおなじみのがっかりさせる、がっかりさせることにかけてまでは豆腐ステーキ男すげえよかったんですけど、いかんだってアマゾンで、アマゾンで、お前アマゾンの時まで生まれてないでしょギリ、だから分かんないだけなんだって、それからあとですね、世田谷区ペンネーム笠井明宏、黒ゴミ袋男
すごいよ。黒、あのタイトルが、その回のタイトルが確か黒ゴミ袋男の東京ゴミ作戦。ある日あの仮面ライダーがいつも行ってるあのスナックに立ち、親さんっていうんや、親さんがあのゴミ捨てて捨てて、今日ゴミの日だからあのゴミ捨ててこいよなんて言うわけで、言ってゴミ捨ててきたのに、あの途中から苦情が来るわけよ。ちょっとあの親さんのゴミ持ってってもらってないよっつったら、透明ゴミ袋出したはずなのに黒いゴミ袋に入れ替えられてんのよ。これやべえと、親さんが加賀まり子に今更怒られると、今更東京都指定は変わりましたよみたいなこと言われるわけよ。したらすぐに倉庫で眠っていた仕入れのタイミングを間違えた黒いゴミ袋とその辺にいた人を合わせて作られた改造人間、黒ゴミ袋男さ、やられたでおなじみの、ね、それでおなじみの回ですからね。あとあれ、あの本の帯女お前に大事なんだけど捨てたくないけど邪魔って思いを見せてやるさ仮面ライダー、これないと古本で売るとき価値下がると思って私を大大事にしな、結局売らないくせにさっていう、そういう本の帯女。あ、こ本の帯女はあの本の帯女をがやられちゃったから、新しくあのコンセプトは悪くなかったんじゃないのっていうんで、 CD の横のとこにある日本版だけは特別にこの曲収録って書いてあるやつ女も来るからね、いつもね。とりあえずあれ取って中に入れとくのが正しいのみたいな、もう俺わかんないよって仮面ライダー一時は自殺まで考えるんだけども、まあいっかなんつってやられた最後はね。そういう回もありましたからね。それからですね、本当にこういうの得意な人いるよな、すごいな。俺の中ではなかなかなくなってきますからね、こういうのすぐなくなりますからね。ちょっとこれ行き過ぎたわ。ペンネーム笠谷明宏、ひとりぼっち博士、普通の寂しい人じゃん。改造されてないよね、ひとりぼっち博士は。ひとりぼっちなんだけどもね、あの人いろいろ頭いいらしいけど偏屈だから近寄りづらいよなってだけで、一切ショッカーとの接点ないままの人だから、これ出てもしょうがないですよね。中田隆と波平、ビデオ巻き戻さずに返却男長えから男も含めて6文字以内じゃないとうちのチームには入団できないんで、そういうのねやっとかないとダメなんですよ。あれどうかな、ただ俺の中では一見怖くなさそうなんだけども、実際仮面ライダー苦しめたやつしかあれだから、あれはほぐし強男、コンビニの小分けそばの中入ってる。ほぐし強男。仮面ライダーが、うめえんじゃねえかなと思って舐めてみた時の屈辱感ね。水かみたいな屈辱感と。要するにこれで日本全国のもうすげえ急いでっから、要はめんつゆである程度ほぐれっからほぐし強いいやっていうやつらの、最初はほぐし強い男は正義の味方になりたかったんですけども、もう街に出てあのびっくりしたんだよね。自分はこれから人のために頑張ろう、ショッカーを逃げ出したにもかかわらず、ほぐし強いとかうぜえよ、じゃあ直でめんつゆかけてかっこんじゃえばいいんじゃねえのみたいな人たちを見て、くそでもやられた。結局はやられちゃったんだけども、ほぐし強とか絶対作りますよ、心に決めましたから。食べ物ばっか偏っていくとね、またね、あの食べ物チームとかも他にありますからね、それがすごい難しくなってくるんですけどもね。まああのちょっとした俺に知恵を貸してください。あともう一個ファックスで、ペンネームまげ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 さん、まただ、この人コミッショナーになった方がいいわ。鍋つねを分からせる方法ね。あのみんなね、鍋つねって呼んでると、ね、で鍋つねぐらいじゃ単に住んでるだけだけど、明日から一斉にどのメディアももっと恥ずかしい呼び方を考える。
ナベベっていうあややみたいな、ナベベってあの年でずっと言われ始めたらもう勘弁してくれと、方々がナベベナベ威厳も損なわれるでしょ、ある程度ナベベっていうで自然とちょっと前田健っぽい表情しちゃうでしょ、それであの間接的に苦しめていくっていうやり方もありますね。じゃ曲いきます。じゃあですね、曲は生田愛子でドリームシップ。ファックスラジオネームコウモンホリオからタヌキ寝入り元帥ってんだけど、ふって冷静になったらさっきまで言ったでもショッカーは仮面ライダーだったらバッタのこうすごいところと人間の体みたいなものをくっつけてバッタ男として仮面ライダー作るわけじゃん。それは雲女とかもう雲と男とか雲と女とかそういうことじゃんか。タヌキ寝入りっていうのは物じゃねえし生物でもねえから例えばなんかよくあるじゃん、ホチキス男ですらもう物と男じゃんか。タヌキ寝入り元帥っていうのはなんかびっくりするっていうよりもよくお前それで元帥になれたなっていう話で出撃します、出撃しますよ寝てないよんでしょ、もう普通のなんかぐーたらなやつだもん、ぐーたら偉いけどぐーたらなやつっていうだけだからこれはショッカーに入れられないですよ。危ね危ね途中までストーリー考えちゃったもん、ずっとタヌキ寝入りばっかしてて寝てるとこ攻撃するのは悪いなと思うから仮面ライダーも正義だから緩めるとバンバンやられるわけよ。で最後やられちゃった時にこう死にかけて死んでないよ うそーんって死んでくシーンまで思い浮かんだけど、よく考えたら怪獣のフォルムが出てくる、俺の中で怪人としてのこうルックスが全然浮かばないんだよ、なんでかなと思ったら単なるおっさんだからな来た恐怖。ラジオネーム大サブ、サンポール男とドメスト男、これ混ぜたら東京毒ガス大作戦だから混ぜるな危険の巻ですから、頭のあの一番最後の仮面ライダーライダーライダー仮面ライダー本郷武史は怪盗人間である、バーン混ぜるな危険の巻で出てくるサンポール男ドメスト男、うわこれバッテリー組ませよ、俺バッテリー組ませて変化球とか名前つけられますから、そうするともうマゼルナボールとか作りましょうちなみにこうね何人かでやってるんですけど、田代32が笑うのは、田代32のチームは田代32っていう芸名は32歳の時に32ってつけたんですよ。ほんで今もう34なんですよ。ほんで田代32はじゃあどういうのにするった時に、あいつ田代1からずーっと田代2田代3ってやってって、おかしいのが今32ぐらいになってきたんだけれども、32ぐらいから急にいい選手ができなくなってきてあれこの先いいことねえのかなみたいな、ね、一番いい選手になったのが田代12っていう、あの小学校6年の時のやつだったっていうんで、今田代はやりながらすごく落ち込んでますよね、SD メモリ男小さくて薄いやられた CM だとコーナーコーナー CM 行ってコーナーペンネームチンコマスダ新生方形野郎だって、別に罵倒してるだけじゃん、仮面ライダーの怪人の原型を残せよ、新生方形野郎って単に罵倒されてるだけじゃんこいつだからペンネームマゲマゲピンサロ和尚って書いてあるんだけど、もうだから仮面ライダーの怪人の匂いがもう一個もないですから、まあ読みますけど選手としては作りません、僕は選手としてはうちのショッカーには入れられませんから、単なるエロ和尚だもんこいつだったらニキビ面とか何でもいいじゃん、豆とかそういうので良くなっちゃうじゃんか、そういうことじゃないですから、コーナー行きまーす。伊集パパの子育て日記。ある日パパと二人で語り合ったさ、この世に生きる喜びそして悲しみのことを、天に青空には小鳥が歌い、さあ
そんなこんなでいい年越えてですね、パワープロに新規な名前をですね、汗だくで放り込んで、ね、もちろんラでですよ、ラで汗だくでパワープロをやりですね、誤ってヒューズを飛ばしたブレーカーを落としたですね、うちの神さんにドメスティックバイオレンスを、重ねてる男に、子供ができたらどうなるか、ね、絶対幸せにしない自信あり、まあ、そんな、まあ、伊集院光、同世代の楽器はでかくなってんね。王のところの楽器いくつになったで、今リスナー問いかけられてどうしていいのか分かんねえけど、王のところの楽器でもう小学校出る出ねえって話じゃねえかなっていうような年なんですよ、もう36、7ってのはね。で、まあ、当然僕だっていつか子供をそらね、もう婿養子ですから、お盆に来いってよ、お盆にまあ、いや、お盆に久々向こうの実家行くから、テープ回しとくわ。テープ回しちゃダメだよそれね。まあ、いつかは子供を持ちますから、だから僕の子供が大きくなった時の対処法みたいのを、この番組を聞いてる育児コンサルタントに、の皆さんからアドバイスいただくコーナーです。ちなみに名前は篠岡健一くんっていうね、健一くんですね。健一くんが何歳の時にこういうことが起こったら、こういう対処した方がいいですよっていういわゆるコーナーです。ほんじゃですね、行きましょう、うん、栃木県ペンネームカズボン。小学校2年生の健一くん、学校生活にもすっかり慣れ、家でも学校のことや友達のことを伊集パパや伊集ママにちょくちょく話してくれるようになりました。ただ一つだけ心配なことがあります。もう小学校2年生だというのに、まだ一人も友達を家に連れてきません。ひょっとして健一くんはいじめにあってるのではと伊集ママは心配しています。さて、こんな時伊集パパならどうしますか。伊集パパならどうしますか。そうね、2年生ぐらいになると子供とかな、2年生ぐらいの時が一番友達できる時期だもんな。で4年生ぐらいでね、こそぎいなくなったりするんだよね、でいて高2ぐらいでとりあえずあの愚民とも付き合っておくかなんてね、社に構えてみたりしてね、で22、23の時に、う、寂しい俺、すげえ寂しいって思うね。こういう生活してくと大体36、7歳の時に自分の周りにいる人のことを、みんな何かメリットがあって付き合ってんのかな俺とって思ったりするようになりますから、そういうことがあっちゃいけないですよね。ちゃんとこう、ちびっことしてね、うちの健一にもね、友達とかバンバン連れてきてほしいですけど、どうなんだ、友達連れてこいっていうのも、だってよくさ、これぐらいの頃のことは忘れちゃったけど、二十歳そこそこぐらいの時に、あのお袋とかが本当にあの全然悪意なしで、あの彼女とか連れてきてもいいのよって言わね、言わね、ね、おめえ言わねって今リスナー言われても困るだろうけど、ムカつくよね。いねえ、いねえのはお前火を見るより明らかだろうっていう、俺この頃ガラパンでちょっと表出れるようになってんだろうみたいな、そういうそんなやつに彼女なんかいるわけねえじゃんと思うんだけど、お袋がなんかこう遠慮してるに決まってるみたいな、なんかあのお母さんあれよって結構そういうとこ理解あるから、あの邪魔したりとか全然しないから一回ぐらい彼女を連れてくればみたいなことを言われた時の、あん時のお前の DNA を考えて、その後それがどういう風に出たか俺の面を見て、それでもそのこと言うかと思うじゃないですか。それ考えるとあんまりこう連れてこい連れてこいっていうのもなんですよね。そこはどうなんで、小2ぐらいだと。育児コンサルタントからのアドバイスです。健一くんがいじめにあっている心配はありません。おそらくこのケース、健一くんはクラスの人気者です。しかし人気の大元になっているのが、健一くんがクラスのみんなのみんなに対して吹いた、僕のお父さんはバンダイの社長なんだぜという大ボラなことに問題の根本があります。もちろんバンダイに勤めている父親がそうそういるものではありません。大抵の場合は運送会社の事務をやっているものです。大抵の場合はそうだ、この場合友達を家に呼んでしまうと、健一くんのガンプラコレクションが事務1体というのがバレて、お父さんがバンダイの社長だから家にガンプラ100個あるって言ったじゃん、嘘つけと言われてしまうのを恐れているのではないでしょうか。その証拠に健一くんは数ヶ月後に切羽詰まって、お父さん会社を辞めてバンダイに入ってくれと言ってきますが、現実的ではありません。このケースのベストな対
対処法は家の庭に大きな物置を置いてあげることです。この物置に鍵をかけておけばあの物置にガンプラが入ってるんだよという逃げ道ができるため安心して友達を家に連れてくるようになるでしょう。いたな、そういうすっごいダイナミックな嘘つくやつ。ちょっとブルーな話になるけど、小3か4のぐらいの時にやったら奢ってくれるやついて、でそいつが二言目にはお父さん銀行勤めてる、お父さん銀行勤めてるって言うんだけど、銀行勤めてるとお金がもうなんていうのかな、スルーで来るわけじゃねえじゃんみたいのに気づいた後調べてみたら、お父さんバイトしてたな、近所のスーパーでバイトしてたんだよね。そう、こういうの、こういうのをね、俺本読んでないから、本には書いたんだねこれね。大抵のお父さんは運送会社の事務をやっているものですっていうのがちょっと引っかかるけれども、うん、でもまあ書いてあるのはしょうがないかな。続いて大阪市ペンネームテレスコ。高校生になった健一くん、ある日の夕方、伊豆パパがたまたま早く会社から帰るとそこに宅配便が来ました。受け取った荷物は健一くん宛てのものでしたが、運送屋さんが言うには取り扱いのミスで一度落下してしまったので中身が破損していないかどうか確認してほしいとのことです。さてこんな時伊豆パパならどうしますか。これなんとなく予感はしますよ。予感はしますよね。まあ、そう、ここはお父さんはとしては見ないが花ですよね、基本的にはね。見ちゃうとね、見ちゃうと、僕も文具って、あ、すげえことあんの。俺が18、19の時に裏ビデオを、裏ビデオじゃない、エッチなビデオ、もう18だね、変わったビデオを通販で買ったことがある、買ったことがあって、でその時は実家住んでて、で確か覚えて、なんかそういう時でビビんじゃん、なんか買うのにビビるから名前を書けないと分かんねえけども、俺その頃本名田中健なんだけど、健っていう字を憲法の健っていう字にだけ変えてなんか出したの覚えてる、ね、なんか よく分かんないけど、もう怖いから、その絶対こんなものを売ってる人は悪いやつに決まってるけど、でも見たいみたいな関係だから、なんか最後にうっすらっとぼけられるようにだかなんかで、そこのところで憲法の憲っていう字を書いたのをすごいよく覚えてる、覚えてる。それでまんまと来て、でその日は俺家にいる日で、家にいて、でそのものを受け取って見て、ポッピーポッピーですよ、もう僕の中ではポッピピッピッピーポッピーポッピーだったんです、僕の中では。でね、先々週うちのお袋から、うちのかみさんに電話がかかってきて、家にいわゆるこれこれこういうものの代金を払ってください、債権は私が買い取りましたみたいな、例のこう請求、なんだかわかんないけど請求するはがきが来たっていう、架空請求のはがきが来たから、どうするって言われて、でなんかいろんなこと言ってた、名前が間違ってるどうのこうのみたいなこと言ってたら、一応そのはがきを送ってくれって言ったら、その宛名が久々にお会いした田中に憲法の憲の憲、自宅に、俺自宅でその名前をいかがわしいところに使ったのは、その今から18年前に買ったポピポピビデオなわけよ。PV なわけ、ポピビデオなわけよ。そう考えると、ああいう業者って、ああいう、例えばエロサイトとかエロ通販とかから、こういうの買ってるやつはおそらく後ろめたいのあるだろうなと思ってバンバン送ってるみたいなこと言うじゃないですか。生きてんだ、18年前の名簿。俺も死のおかに変わってるよりもともとのあれも違うじゃないですか。だから旧姓で来てる時点で少なくともおかしいのは分かるんだけど、生きてんだ、なんかね、お前元気だったかっていう感じの、すっごいそれなんかビビった。何の話してた。家にビデオが来ましたと、あ、家にビデオが来たと俺は思ったんだけど、荷物が来ましたと、育児コンサルタントからアドバイス、このケース、育児のハウトゥーから言うと、まずは送り主を確認しましょう。それは知らない会社ですね、でしょね。この時ね、大和企画っていう名前だった気がするんだよな、そこのところは。今回架空請求が来たのは全然違う、日本なんとか債権なんとかセンターだったけどね、
それから、配達指定時間の欄を確認してみましょう。おそらく夕方指定となってるはずです。次にここ数日間の夕方の健一くんの様子を母親に確かめましょう。なんだか知らないけど寄り道もせずに学校からまっすぐ帰った健一が今に居座ってそわそわしてたわ。あとドアチャイムが鳴るたびにダッシュで玄関に走ってってたわという供述が取れるはずです。となるとこれは開けるな危険という結論が出たはずです出たはずです。だろう。鈍い父親が以上のこと以下のことをせずに荷物を開封した場合、中からはエロものがいっぱい出てきますだろう。しかも真っ赤になった父親は運送屋さんを追い出すように返した後で、しまった俺はあの運送屋さんからエロ通販を利用するマイホームパパ風エロ中年と思われた、という被害妄想に、まみれます。しかもそこに何が届いたのと母親と妹がやってきたらと考えたらゾッとしますね。もしかしたら年頃の妹などはかなり長きにわたって健一くんを汚いものを見るような目で見るようになるかもしれません。父親の取るべき行動としては本人がいないのでまた後日ともう一度配達指定便をして設定し知らん顔をすることなのです。さらに後日さりげない会話の中で郵便局止めというシステムがあるよなどと話してくれればいいのにさ話してくれればいいのにさは分かりませんけど、エロ通販はみんなやってんのかな、今何分かんねえけど、どうなんすかね。一人暮らしして初めてエロ通販買った時すっげえなんか独立宣言みたいな感じになったよ。なんか堂々とエロ通販買った時はなんかすっげえ嬉しかったけど、堂々となってくるともうどうでもよくなってくるんだよね今度ね。でその後またあれですよ、ディレクターのあの柳沢君と長きにわたって付き合ってますけど、宅配ビデオっていうのが今度あの文化として登場したんですよ。あの携帯番号をかけると今からおっさんが持ってくるっていうのがあって、その時もうあの今ディレクターの柳沢君ともうこれも10年ぐらいになるよね。いやかみさんと結婚する前だから十何年か前だよね、おそらく前に自分のマンションでチラシが入ってきて、もう会議ですよ、とこのディレクター現在ディレクター当時わけのわからない男の会議ですよ、どうだろうとねえ、これは今までのそのものと違って直来てくれるね、直来る、言ったらもうすぐ来る、しかも宅配に来る人がいるってことはで携帯番号ってことは相当足がついたらまずいんじゃないかっていうようなポップピーなものが来るんじゃないかっていうことになるじゃないですか。これはすぐにこのポッピー法によって罰せられることがあった時にすぐに逃げられるようにこうしてるわけだから、相当ポッピーなものが即来るんじゃねえかっていう話になったわけですよ。ほってしばらく電話するかどうか迷って、ただあれだよなって電話してここに来て、そのただ単にこの俺たちはエロを買おうとしたっていう引け目につけ込まれんじゃねえかみたいな話があって、で2人でずっと会議してるわけ。これ携帯かけて向こうで例えばエロものを注文してるっていうテープを取られて、しかもその来た人がそのこのテープを隣の家とか周りに巻かれたくなかったら金を出せっていう可能性はないかって話になって、一番最初にやったのが変な声で電話をするっていうすいませんけどみたいな感じで電話をするっていう作業と、向こうがお好きなタイトル言ってくださいって言ってもカタログの上から4番目のやつとみたいな言い方をしてエロのことを口に出さないみたいな、すっげえ努力、めちゃめちゃ努力して、でどうしようどうしようってなりながら、もし最終的になんかこれが例えば途中で来るのが遅くなってきたら、これは警察のポッピー系のおとり捜査なんじゃねえかみたいな話になってそれも怖いと、したら分かった、あの俺の家だけど取りに出るのは柳沢君がやってくれとね、俺はほらこれからがあんじゃん、もうタレントやってるからだからこれがポッピーで、その頃そのディレクターの柳沢君大学の終わりぐらいですから、就職が全部ダメになったとしても俺頑張ってお前を援護するからみたいなことでそこまで思い詰めて、じゃあ俺奥に隠れてるからお前ちょっとポッピー受け取ってくれみたいな、んで受け取って、普通だったら全然なお兄ちゃん来てこうあの箱あったらいいよっつって、どうもまたお願いしますバチャンって帰ってって、でびっくりしたのが
それでやったポッピーが手に入ったと思って見たら、グニモツがね、俺たちが指定したやつと何にも関係ねえ、ダビングにダビングを重ねてポピ度の異常に低い。ポッピー法に触れないのはもちろんのこと、こっち側のポッピーにも触れてくんねえようなやつなんですよ。ほんでしまっ、ムカついたな、俺金取られてよで、あったわ来たら電話してみようぜあそこってもう一回電話したら繋がんねえのよ。要は俺たちから逃げられるようにできてるだけなのね。警察から逃げられるようにできてんじゃねえよ、俺たちから逃げられるようにできてんじゃんって。で二人で全然ポピれないビデオ、全然ポピれないビデオなんだけども、なぜか2本ずつにして帰ったね。とりあえずそれでも人にあげるの嫌だから2本ずつで帰ったな。今このポッピー新時代の中で、これ育児所もこれから変わってくるんでしょうね。僕らの頃にはこの指定配達便なんてのはないですから、相当新しい国書でしょうけど、これからは多分あのインターネットポッピーの時代が来てますでしょう。いいんじゃないの、なんかお父さんのパソコンにざっくりポッピー残してるやつが。それは可能性ありますからね。とりあえずですね、イジュパパの子育て日記ね、育児書を見るか自分の人生を振り返るかで大体出てきますから、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光る、深夜のバカ力からイジュパパの子育て日記の係まで。それじゃ曲一曲いかしてください。奥田民生なんというディレイで久々にディレイで行ってじゃ今のうち、そこで買い集めろ、あと何時間後にはあゆが喋っから、そうじゃになったつもりちょき。気が済みました。それじゃあですね、もうそういうね、とにかくですね、脳がですね全く審議をせず、何か思いつきでですね、口に出したい言葉、どんどんいっぱい書いていただいて、それにワユンワユンのディレイだエコーだかけてみてですね、味わいを深くしていこうというコーナーです。ほんじゃですね、いきます。北海道ペンネーム方形、そして、宮城県ペンネーム仙台駅西口集合、そして栃木県カズボンで、ディレイで行ってみよう。助けてください。助けると思ってやらせてください。じゃあ触らせてください。見せてください。チラッとだけ見せてください。チラッとだけ見せてくださいって。この番組はお口の恋人ロッテ、アナルの恋人久谷大黒堂がお送りしました。小池栄子クリストツのブスと思ったら小池栄子クリストツのブスと思ったら小池栄子。助けてください。最初セカチューっぽかったんだけどな、セカチューっていうの俺今自虐的にちょっとマゾッケで言っちゃった。セカチューねえ、助けてください。誰か助けてください。助けると思ってやらせてください。じゃあもう触らせてください。見せてください。チラッと見せてくださいって。もう全然人気出ねえよこいつ。ラジオネームカズモンさんです。小池栄子クリストツのブスと思ったら小池栄子ですよ、おなじみの。ペンネーム OK、 アナルの恋人久谷大黒堂は仙台駅西口集合さんでした。続いて
これさ、作品として出来上がってオンエアしてる時はいいんですけども、一人でスタジオで撮ってる時に何言ってんだ俺と思う時あるんですよね、たまにね。あげなきゃあげなきゃダメ。続いてはですね、福島県ペンネーム貴婦人57号、福島県、ペンネーム神六さんの宴、すごい、あ、福島県だけで出来上がってます。福島県、ペンネーム、貴婦人57号、別にすごかねえやな。ディレイで行ってみよう。今日もね、ペットを連れてきてるんですよ。はい、これラッキーくん、はい、これがラッキーくん、はい、ラッキーくん、みんなに挨拶して、ラッキーくん、ラッキーくん、ズボンを履きなさい、ズボンを履きなさい、ラッキーくんじゃなくて、ズボンを履いて、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 びっくりしてラッキーくん大きくなっちゃった。それにしても最近のアイコラ技術って進歩してるよな。これなんかすごいわ、ほらほらほら、あのグラビアアイドルの夏目リオちゃんのボディに地味めのブスの顔貼っちゃうなんてさ、継ぎ目がわかる。アイコラじゃないの？京子お姉様、京子お姉様、ドンペリの空き瓶資源ゴミに捨ててよろしくて。待って、ミカさん、水を入れて振ればもう少し飲めるわ。ゴージャス姉妹だから下のとこ見へこんでるとこちょっと入ってっからゴージャス姉妹です。やっぱさすがドンペリだよ、ドンペリ、ドンペリ三昧だから、あれだけでも一つの瓶に集めると結構なドンペリだからすげえな、ゴージャスだな、やっぱお姉様、ドンペリ、ドンペリの瓶を資源ゴミに捨ててよろしくて。待って、ミカさん、水を入れて振ればもう少し飲めるわ貴婦人57号絶好調ですね。続いて、今日もペットね連れてきてるんですよ。はい、ラッキーくん、はい、ラッキーくん、ラッキーくん、みんなに挨拶して、ズボンを履きなさい、ズボンを履きなさい、ラッキーくんじゃなくてズボンを履いて、びっくりしてラッキーくん大きくなっちゃったソフトオンデマンドのビデオにはワンシーンあってほしいですよね。ソフトオンデマンドではやってほしいですよね。もちろんびっくりして大きくなっちゃったってタイトルですよ。もちろんいろんなとこ大きくなってると思いますんで、これも貴婦人57号ですね。そして、福島県ペンネーム神六さんの宴、それにしてもアイコラの技術って進歩してるよね。これなんかすごいよ、ほら、グラビアアイドルの夏目リオちゃんのボディに地味めのブスの顔貼っちゃうなんてさ継ぎ目が全くないよ、次あれ、あれ、アイコラじゃないの？夏目、リオ、リオちゃん、ね、これサンマ御殿で会いましたね。ナイスバーディー、ナイスバーディーね、ナイスバーディーね、そうですね、インタラスティングフェイスナイスバーディーですよね。やっぱね、すごいね、キャブ声、キャブ声、キャブ声だなと思うんですよね。あの、しかも暗いってすごいなと思う騙し船男ライダー、お前はわしの手を取ってると思うだろう。目をつぶってみろ、頭だよーんつって頭もがれて死んじゃう。龍騎に、龍騎で、龍騎見てないから分かんないだけで、龍騎の中で一番弱かったって言われてる怪獣だから、怪人だから。あとあれ、 iPod どんな見に出たけど、私あえて、あえてだから、あえて前の20ギガのやつ買ってるから、いやいや知ってるよ、見に出るのは知ってたけどね、知ってたけどっていう、それミニなんだ。でも5ギガでしょ、20ギガだから、20ギガの新しいやつ出て電池の持ちが良くなってるみたいな見たけど、あえてだしっていうやつ、怪人じゃねえじゃねえか、怪人じゃねえじゃねえか、ちょっと掴み損なったやつ出たの
当に仮面ライダーブブちゃんに仮面ライダーブブちゃんにあれ出てたから必ず出てたんで、まあ一応あの端っこにちょろって書いてあればこれどうしてもアイデア詰まったらその選手作ってあなたの知らないところで三冠王を取ってるかもしれないっていうそういうひっそりとしたね、やつでもうねあのエスカレートしてくるとねわけわかんないですから、あのもうすでに怪人じゃねえもんみたいなのばっかり声ですからね、ファミコン借りたまま引っ越すやつだと、これペンネーム、ちなこの笑顔さん、そんなのやつだもんそういうやついたし字も多いしね、別に困るやつじゃねえから怪人だからある意味困るけど怪人も困らせるけどそれ単なる嫌なやつですからそれ全然ダメですからね。これは作ります。ペンネームヌピンさんからですね、荒又博士女、荒又博士女怖いですよ、本投げてくるから本をすごい量投げてきますからすごい怖いとこがありますんで、まあとにもかくにもこんなこと言ってて俺は幸せだね。